熊本の皆さん、地震から1ヶ月が経ち、まだ苦しい生活が続いていると思いますが、自分たちもこっちでできることを考えて熊本の力になれるように頑張っています。なので皆さんも負けずに共に頑張っていきましょう。こっちからはサッカーしてる仲間へ向けてなんですけど、今グラウンドも控えしてて、思うようにプレーできなくてストレスが溜まってると思うんですけど、今できることをしっかり、甲子園だったりできることをして、夢に向かって夢を忘れず頑張っていってほしいです。頑張ろう九州。